それでは AWS Organizations で始めるマルチアカウント管理というテーマで話していきます。目次はこのようになっています。まずはじめになぜ Organizations が必要になってくるのかを話します。その後に Organizations の主要機能、そして使いこなす際のポイントを説明していきます。はい。早速こちら見ていきましょう。まず AWS アカウントをどのように運用していくのか。大きく分けて2つの戦略があります。シングルアカウント戦略とマルチアカウント戦略です。シングルアカウント戦略は、すべてのネットワークインフラ、コンピューティングリソースを1アカウント内で取り扱う戦略を言います。メリットは何と言ってもシンプルです。手早い導入が可能です。一方で、ワークロードやステージごとにアカウントを分割する手法をマルチアカウント戦略と言います。シングルアカウント戦略と比較して、ガバナンスや課金、セキュリティ面でメリットが多いです。ガバナンスの観点だと、明確な権限の分離ができることがメリットです。課金においては、アカウント分割しているワークロードやプロジェクト単位で請求情報がわかるので、コスト分類が容易になります。シングルアカウント戦略でも、タグなどを使ってコスト分類はしようと思えばできますが、おおよそタグ運用が辛くなってきます。最後にセキュリティですね。問題発生時の影響範囲を各アカウント内に留めることができます。こういったメリットがあるので、中規模、大規模、もしくはスケールし続ける環境の場合は、一般にはこのマルチアカウント戦略が取られます。一方で、もちろんマルチアカウント戦略にはデメリットがあります。例えば、アカウントごとのアクセス、権限管理やコスト管理、取りまとめ、そして構築運用のオーバーヘッド、これらマルチアカウント戦略の負担を軽減する手段が AWS オーガニゼーションズになります。では、オーガニゼーションズの主要機能を見ていきましょう。オーガニゼーションズを一言で言うと、複数アカウントを組織化していろいろできるようにするサービスです。この組織化の部分やできるようになる機能を解説していきます。主要機能を4項目取り上げます。管理アカウント、メンバーアカウント、組織単位、サービスコントロールポリシー、オーガニゼーションズ連携サービス、これら順番に紹介していきます。まずは管理アカウント、メンバーアカウントの概念です。オーガニゼーションズで取り扱うアカウントの種類は2つあります。1つは管理アカウント、これは組織内に1つのみです。もう1つにメンバーアカウント、これは複数存在します。管理アカウントは組織全体の設定管理、すなわちオーガニゼーションズの各機能を取りまとめる代表アカウントです。大きな特徴の一つとして、全アカウントの AWS 利用料金が管理アカウントへ請求されます。これを一括請求の機能と言います。この一括請求のメリットは大きく2つあります。コスト管理の面では、請求の簡素化とアカウントごとの利用状況を集計、管理できることがメリットです。コスト最適化の面では、組織全体を1アカウントとして扱っている点が大きいです。AWS は使えば使うほど割引、ボリュームディスカウントが効くので、その恩恵が大きくなります。一方で、メンバーアカウントは実際のワークロードを稼働させるためのアカウント群です。ここで AWS のベストプラクティス的な話ですが、特定の組織管理業務を行うためのアカウントも作ったりします。ここでいう特定の管理業務の代表例を2つ紹介します。1つが監査アカウント、これは組織全体のセキュリティ管理を行う役割のアカウントです。AWS のセキュリティサービス、例えばセキュリティチェックができるセキュリティハブや脅威検知ができるガードデューティなど、これらをこの監査アカウント内で集中管理します。もう一つがログアーカイブアカウントです。これは組織全体のログを集約する役割のアカウントです。各種ログ、例えばクラウドトレールの硝石や VPC フローログのネットワークトラフィックログなどを集約管理します。では、次に組織単位、よく OU と言われている機能を説明していきます。OU は階層構造を作るための AWS アカウントのコンテナです。図にある青枠部分が OU です。その下にメンバーアカウントがぶら下がっているのがわかると思います。また、階層構造を作ることができます。最大で5階層まで作れます。この OU 単位でアクセス制御などを行っていきます。よくある OU 種別、分け方をピックアップしてみます。例えば、ワークロード種別で OU を分けたり、本番環境、非本番環境で OU を分けたり、あとはセキュリティ集中管理用の OU を作ったりすることが多いです。この OU 構成はオーガニゼーションズを活用していくにあたって最初の大事な設計です。AWS のブログにも OU 構成のベストプラクティスが紹介されているので、そちら参考にするといいと思います。次に、サービスコントロールポリシーを説明していきます。これはオーガニゼーションズのルート、
OU アカウントにアタッチできる IAM ポリシーです。OU 配下のアカウントを一括制御するために使います。よく AWS ではガードレールの話を聞くことが多いと思いますが、これは予防的ガードレールですね。されてはいけないことを SCP に書いて OU にアタッチします。ちなみにデフォルトでは右にあるようにフル AWS アクセスが全ての要素にアタッチされています。SCP はオーガニゼーションズ活用にあたってほぼほぼ活用する機能になってきます。活用にあたって重要な概念として SCP の継承があります。これは簡単に言うと OU にアタッチした SCP がその配下の要素にも適用されることを言います。SCP の継承の細かな仕様については画面にも紹介しているブログを参照ください。では、主要機能最後のオーガニゼーションズ連携サービスを話していきます。まず、いくつかのサービスはオーガニゼーションズ利用が前提になってきます。代表的なものを3つ挙げると、コントロールタワー、シングルサインオン、SSO、ファイアウォールマネージャーですね。以降で、コントロールタワーと SSO を説明していきます。コントロールタワーは、AWS のベストプラクティスに基づいた、オーガニゼーションズ環境のセットアップ、管理を可能にするサービスです。マルチアカウントのベストプラクティス構成を簡単に構築することができます。このセットアップで、例えば先ほどメンバーアカウントの話で紹介していた監査アカウントやログアーカイブアカウント、それらが自動的に生成されます。そしてログの集約設定なども自動セットアップしてくれます。こういったセットアップをしてくれる点はメリットですが、カスタマイズ性は高くないことを注意してください。具体的に言うと、この動画収録段階では OU の階層構造ですね。OU 配下にある OU、いわゆるネステッド OU はコントロールタワー管理できません。また、コントロールタワー専用の SCP がアタッチされることになるので、いくつか自前で AWS 環境をセットアップしていく際にそれが障壁になることがあります。ただ、個人的にはコントロールタワー使う使わないに関わらず、コントロールタワーでどういったことをしてくれているのか調べてみるといいと思います。ベストプラクティスの構成やセキュリティガードレールなど参考になる点が多いです。 AWS シングルサインオン、AWS SSO を紹介します。これは組織内のアカウントへのログインの仕組みを作る機能です。ユーザーのアカウントへのアクセスをこの AWS SSO で一元管理することができます。従来だと各アカウントにログインするための IAM ユーザーと作っていたと思いますが、それが作成不要になります。そういった点で非常に便利です。各アカウントへのアクセス手段、これの第一候補がこの SSO になります。あとは通常でも使えますが、オーガニゼーションズ連携によってより便利になるサービスを紹介していきます。オーガニゼーションズ連携のサービス自体は現在20以上ありまして、これは日々アップデートで増え続けています。よく使うサービスをピックアップしました。クラウドフォーメーション、スタックセット、ガードデューティー、クラウドトレイル、リソースアクセスマネージャーあたりはよく使います。クラウドフォーメーション、スタックセットとガードデューティーを紹介していきます。クラウドフォーメーション、スタックセットは複数リージョン、複数アカウントにスタックを展開できる機能です。これのオーガニゼーションズ連携によって OU 単位で簡単に展開できるようになります。通常はアカウント ID を指定してスタックセットを展開する必要がありますが、これが OU 指定になるので手間が省けます。また、オーガニゼーションズ連携の新機能として自動デプロイ削除機能も活用できます。これは OU に新しく入ったアカウントに対してスタックを自動で作成、もしくは OU から離脱したアカウントに対してスタックを自動で削除する機能です。オーガニゼーションズ連携が対応していないサービスでも、このクラウドフォーメーション、スタックセットのオーガニゼーションズ連携でなんとかなるケースが多いです。汎用的に使えると思います。次にガードデューティーです。これはマネージドな脅威検出のサービスです。AWS を使うにあたっては全リージョン有効化して活用していくことが推奨されているサービスです。これのオーガニゼーションズ連携で組織全体の一括設定と検出イベントの集中管理が可能になります。また、特定メンバーアカウントを委任管理者として、そのメンバーアカウント上で組織全体の管理運用ができます。一般にはこの委任管理者はいわゆる監査アカウント、オーディットアカウントとすることが多いです。はい、これでオーガニゼーションズの主要機能を一通り説明しました。ざっくりとしたまとめをこちらに載せています。では最後に AWS オーガニゼーションズを使いこなそうということで、いくつかポイントを説明します。AWS オーガニゼーションズでできることは多岐にわたります。どの機能から活用していくか、初めは迷うと思います。そこでオーガニゼーションズ活用のステップを考えてみました。以下4点説明していきます。まずは、どのようにアカウントを分割していくのかの方針を決めて、それに合わせてどのような OU 構成としていくのか決めていくと良いと思います。OU の説明で話した通り、AWS のベストプラクティスのブログがあるので、そちらを参考にするのがおすすめです。実際にこのブログで紹介されている OU 構成、
すべてを募集する必要はありませんが、マルチアカウント管理を進めるにあたって、どのような役割の OU やアカウントが必要なのか、勉強になります。このベストプラクティスを把握してから、自身の企業に合わせた OU 構成を考えていくといいと思います。OU 設計の次は、SCP による予防的ガードレール設計です。SCP は OU 単位で制御したい内容を書いていきます。アカウントのルートユーザーにも適用される強い制御です。そのため、人に関係なく絶対にやってはいけないアクションを洗い出して SCP として実装していきます。SCP 設計の際に知っておいた方がいいキーワードがいくつかあります。SCP の継承や、どのように制御を効かせていくのかの戦略としての、許可リスト形式、拒否リスト形式、そしてそもそものアイアンポリシーの基礎の部分、例えば暗黙の出ないなどがあります。再度紹介になりますが、これらの話は画面に映しているブログにも書いているので、ぜひ見てみてください。そして各アカウントへのアクセス手段も重要になってきます。まずは AWS SSO を検討するといいと思います。ちなみに AWS SSO が出るまでは、図にあるようなジャンプアカウントに各 IAM ユーザーを作って、そのユーザーから各アカウントの IAM ロールでスイッチロールする、いわゆるジャンプアカウント戦略が取られていました。このジャンプアカウント戦略、 IAM リソースをフル活用するので、カスタマイズ性は非常に高いのですが、ジャンプアカウントに IAM ユーザー、各アカウントに IAM ロールを配置するなど、アイアムリソース管理が大変になってきます。一方で AWS SSO の設定は管理アカウント内で完結します。大まかな流れとしては、まずはユーザー管理の方法を決定します。そしてそれらユーザーがどのアカウントにどの権限でアクセスできるかを割り当てます。もう少し細かな仕様を知りたい場合は、以下に紹介している図解ブログを参考ください。AWS SSO はユーザー管理やアクセス権限を管理アカウントで一元管理できるのが強みになってきます。これはオーガニゼーションズ環境でのみ使えるので、ぜひ活用していきましょう。最後に、オーガニゼーションズ連携サービスの話です。先に紹介した AWS SSO は別として、これらオーガニゼーションズ連携サービスは全てを活用していく必要はないです。AWS の環境のセットアップや各ワークロードで AWS サービスを活用していく中で、オーガニゼーションズ連携でより便利になるのであれば利用していく感じでいいと思います。一方で、どの環境でも共通して設定していくであろう、オーガニゼーションズ連携サービスを紹介していきます。クラウドトレール、セキュリティハブ、ガードデューティ、コンフィグ、これらはぜひオーガニゼーションズ連携で簡単にセットアップしていきましょう。順番に説明していきます。まずはクラウドトレール。これは AWS アカウントを使用していく上では、ほぼ設定が必須のサービスです。オーガニゼーションズ連携で組織全体の硝石を取得、一つのバケットに集約する構成を簡単に設定できます。ぜひ使っていきましょう。次に、セキュリティサービスのセキュリティハブ、ガードデューティーですね。セキュリティハブは AWS 環境のセキュリティチェックができるサービスです。基本は全リージョン、最低限メインで利用するリージョンは有効化することが推奨されています。ガードデューティーはマネージドな脅威検出サービスです。早急なセキュリティ対応に役立ちます。このガードデューティーは全リージョンで有効化しましょう。このセキュリティハブ、ガードデューティーはぜひオーガニゼーションズ連携で組織全体の設定をしていきましょう。既存のメンバーアカウントの一括設定と、これから増える新しいメンバーアカウントの自動有効化など、便利な機能が多いです。また、別途監査アカウントを作成して、そちらにセキュリティの運用を委任していきましょう。最後にコンフィグです。コンフィグは AWS リソースの構成を記録、管理するためのサービスです。先ほどのセキュリティハブがこのコンフィグをバックグラウンドで活用していることもあるので、基本このサービスもセットアップしていきたいです。このコンフィグのセットアップは、システムズマネージャー SSM のクイックセットアップという機能が便利です。管理アカウントから SSM クイックセットアップのページでクリックしていくだけで、組織全体にコンフィグを展開することができます。ぜひ活用していきましょう。まとめです。まず、 AWS オーガニゼーションズの使用機能を説明しました。管理アカウントとメンバーアカウントの役割の違いや、OU、SCP、オーガニゼーションズ連携サービスを紹介しています。そして、オーガニゼーションズを使いこなすためのステップを説明しました。まずはアカウント分割、OU 設計が大事であること、 SCP を使って OU アカウント単位で制御していくこと、そして AWS 環境のアクセス手段には AWS SSO がおすすめであること、最後に使える範囲でオーガニゼーションズ連携サービスを活用していきましょうということを紹介しています。今回説明した通り、 AWS オーガニゼーションズでできることはとても多いです。どういったステップで設計進めていくのか、参考になれば幸いです。ご清聴ありがとうございました。